さくら、親友のさくらをいじめるクラスメイトへの怒りのメカニズムだったりとか、そのなんかこう一生懸命自分が信じてるものに向かって突き進んでいる人なのに、なぜかいつもどこか存在が切なげというか、いろんなことに傷ついてしまう人なんですよね、まっすぐすぎて。で、その信念を掲げるとそれ以外のものが浮き彫りになってしまうのが、やっぱりこういう人がたくさんいる場所で起こることなので、なんか自分の気持ちで動いているんだけれども、いいって分かってる、ちゃんとこれがいいって思ってる、でもなんだかみんながついてきてくれなくて寂しいなみたいな、それで傷ついてしまうみたいなのはなんかすごくあります、私にも。まあ、今回は本当に30年を3月だけで描いていくっていう話ですけど、当然4月も5月も6月もあるわけじゃないですか。しかもそれが30年分ある、どんな膨大な描かれていない弥生の人生があるかってもう想像してもしきれないというか、それを普段もやるんですけど、いろんなドラマとか映画でも描かれていないところに人生をちゃんと作ってあげるっていうのはやるんですけど、30年ってと思って、もうちょっと想像しきれないなと、できてるのか不安でしたね毎日。まあ、その大学に行った時間があり、で大学に行ったけど家族の、ね、なんか夜逃げみたいなのもあったけど、やっと教師になれて、で教師になって夢を叶えたと思ったら震災があって、で夫を亡くしてしまうっていうのは、その彼女にとって喪失ってなんで自分にこんなについて回るものなんだろうっていう、なんか自分の人生のテーマにでもなっているんだろうかと思うぐらい、高校の時にだって親友を亡くして、でさらに結婚した夫を亡くしての繰り返しってかなり来ると思うんですよね。でやっぱり一つ一つ問いかける感じなんですね。なんで弥生は彼の死でここまで落ちてしまったのかとか、それに全部なんでこういうことを言ったんだろうか、なんでこういう気持ちになったんだろうかっていうのを、もうそうですね、全部に疑問を投げていって理由を作っていく作業っていう感じでしたね。でまあその旦那を亡くした後っていうのはどんどん弥生にとっては下り坂になっていくので、きっとさくらのことを自分の原動力のように思ってた部分があったと思うんですけど、教師になったよとか、なんかでもそんな風にさくらのことを思い出せなくなっている自分に変わっていってしまったりとか、そういう風に組み立てていったのが多かったかもしれないですね。